Hello Screen。おはようございます。よろしくお願いします。一桁来い。ありがとうございます。さあ今日は寝台入れ替え初日のこちら気候のタウン御影店さん、海斗2期初収録のお店となりますが、導入機種はバジリスク3が12台だったんですが、今日は抽選番号10番です。これはラッキーですよ。入れ替え初日に導入機種が打てる可能性が高い番号を引けましたので、今日はもう朝一まずバジ3狙いでいきたいと思います。よろしくお願いします。アローズスクリーンの審査です。さて本日は兵庫県神戸市にございます気候なタウン御影店さんやってまいりました。話題の寝台バジリスク3が12台導入されております。もちろん座れる可能性十分ありますし、やっぱり入れ替え初日は導入機種座れたら狙いたいという気持ち強いですから、ここからもう第600話も近づいておりますし、節目に向かってドーンと進んでいきたいなという気持ちです。それでは審査の街道日記第597話よろしくお願いいたします。おはようございます。よろしくお願いします。おはようございます。よろしくお願いします。あ、広いお店ですね。もう初日なんで今日は僕はこっちで行きましょうか。あ、どっち、こっちにします。あ、いや、ここにします。これにします。行きたいと思います。よろしくお願いします。食事に召し上がれ。さあ、今日は入れ替え処理中、運よく早い番号でこの最新台に座ることができました。食事にございます。まあ、かなりこう台数もあって機種数も多いお店なので、正直今日は何を取ったなと悩みながらの朝だったんですが、もう最新台に座れるとなれば、もう一切迷いなくこのコーナーに進んでまいりました。意外とボーナスが早いんですよね、周りの台見てても。しかしこちらはまだ連続でいくつらありません。242ゲームまで回しました。お待ちしておりました。どうぞ。レア役はないですけど、まあ、この何ゲーム間かもレア役なかったですけど、貢献室ってことはここは瞬時到達のチャンス。さあ、チャンスと突入となりますか。来ましたね、謀略の道。チャンスとの伝統ステージ、憲法というか251ゲームですけど、レア役を聞いてた割にはここまで遠かったように思います。待っておれ、強気だからの脱出。この演出に成功してチャンスとんですからね。まだ当たりではないので、成功させないとチャンスすら与えられません。来ました、263ゲーム。さあ、当てるぞ。満時谷へ機関収納が来ましたね。まあ、チャンスゾーンの中では、AR ピッタリの高いチャンスゾーンとなります。さあ、もちろんここも成立率に応じて RT の抽選ということになりますが、ベル、そしてレア役でチャンスというところ、早速ベルで10名ステージまで来ました。おっぽいまで行けばですね、かなり期待していいと思います。あ、行った。
残りはまだ8ゲームありますが、ここはもうバジレスケタイムの大チャンスと。ただいま戻りました。さあこれでゲーム2の勝負となります。大丈夫でしょう、ここは。はい、当たりです。278ゲームでした。現在投手は、7本ですので350枚。ズンズン、おぼろ入って、今回も突入画面は源之助おぼろ天然とありますが、勝利しやすい展開になりやすいということになります。参ります。マジックスタの大きな違いは自力継続型の ARG であるというところですから、もう承認中の成立役、そしてこうバトルの展開というのは毎ゲームドキドキしますね。あ、時は継承時代家康の時代からバジリスク高額の登場そうだ。さあ行きましょう、1セット目の出走です。交代後消化するのは、何度か前回ありましたけれども、まだ振動にチャンスもなかったですし、一つ収集というね、振動にチャンスをかけてのバトルすら見れなかったので、今日はそのあたり見れたら非常に嬉しいなと思います。上乗せたのです。これやや固めて一気に4人抜き。さああと1人天然をやっつければこちら無傷の5連勝ということになります。いきましたね、豪快ゼロ。これはなんか恩恵受けれるかもしれませんよ。1セット目は5人抜きでした。あ、おたかし特に何もありませんでしたね。5対5から始まっての5対0、何か欲しかったですけどね、まあ、5人抜きぐらいではというところでしょうか。さあ2セット目の投入に参ります。7人、5人、ちょっといきなりここは人数的にレッツスタート。しかし突入画面がおもろですから、このバトル中の展開ベルの成立には期待したいです。ボタンに絡ん、あっ、レアヤクか巻き物。さあ上乗せチャンス到来です。ここは5対7のセットですから、セット中の上乗せあれば嬉しいです。あるいは無双連撃ですね、欲しいのは。ああ外れました、外れました。消化中弱点にもありましたが、なんだ。さあここは共通ベルで残りは全然伸びとなりました。こういう時にポーンとレアゲージで決めれたら気持ちいいですよね。セット目もクリアです。3人抜き。お会いしたいございましたが、おいしそうな、まあ、前回の ART 中同日チャンスは何度かありましたが、やはり新動術は遠く、前面とのバトル帰国収集を見ることもできませんでしたので、まあ、今回の ART 中の目標の一つはそのバトルをまずは見ることです。でそのためにはやはり投入中いかに出会いを引くか、あるいは有利な展開で恩恵を受けるかということが大事になると思いますので、まあ、もっともっとですね、いい展開でバトルを進めていきたいです。巻物、あ、レインボー。さあ巻物どれからもうレインボーに光ってますので、何らかの取っ手だと思いますが、長押しは前回なかったのでちょっと珍しいと思います。いきます。何を言おうとってニア、なんだろう、
まあ200枚の獲得ですからね、このボーナスは結構貴重ですよ。そして消化中は上乗せ金銭となります。よかったです。実は先ほど2セット目の走輪中、巻物揃いでエッドオードバトルには発展しましたが上乗せなしでした。しかし今回はしっかりとマジレスケチャンス当選でいい動き、いい働きをしましたね。巻物がここは揃えたい。なかなかこの赤いときませんからね。そうか、そうか。さあ、エアビーに入ってマジビスケチャンスをまず消化となりました。赤カットインもあったんですけれども、消化してはセットを乗せれず、ボーナスはこれで終了。参りましょう。バジリスチャンスが終わって、これで ART は3セット目ですね。3セット目のツイストからのリスタートということになります。はい、パチスロ好きの皆様こんにちは、シーサです。今回皆様にご紹介させていただきたいのがG&E ビジネススクールです。三協フィールズの共同出資、業界就職を目指す唯一の専門スクールなんです。さらに今ならなんとですね、完全就職保証制度と10年間の確かな就職実績がついてくるんです。詳しくは G&E で検索。皆様の資料請求をお待ちしております。となりますので、セットのチャンス。前回の実戦ではこのオボロがいるときはジャッチリでも上の手に成功してますから、とにかく出会えていければセットのチャンスと思われます。そんな中で1ゲーム目ここまで、ここは上の手あるんじゃないですか。上手です、オボロ合格間違いないでしょう。来ましたね。はい、さすがにここは乗りました。おぼろ降格での強手に出てくるものはアッパーナナですね。1セットの上の手です。さあ、さらに5セット目はまだ続きますから、さらなる上の手に期待しましょう。さあ、来ましたね。これで5セット目もクリア。そして5セット目はセット数の上乗せにも成功しています。お会いしたいと思いました。6セット目、ここは追走からのバッキング変化。ここもセット継続となりそうです。面白いでしょ、マジレスケツリー。6セット目のアソニーです。勝てて0対3という結果。しかしここはセット数があります。7セット目に突入です。今のは危なかったですね。オボロ拝見した後いい感じでこう ART は消化してきましたが、今のはセットの手があったおかげでの継続と
チャンスですね。おぼろが顔を出してます。しれっと顔を出しますから、ここ巻物。さあここで何が出てくるか、コーラスか上乗せか、セット乗せでございます。巻物からこれで7セット目の継続確定の挿入となりました。1セットを転送中で乗せて、総率も上乗せチャンス到来です。7セット目あとはレア焼きが引ければというところ。共通ベルでも乗る可能性はあるんですね。おぼろ降格でも安全ですから、それは期待してますよ。乗りました。さあこれでトップが2つということになりましたね。さあおもろ本格でセットボスに成功しましたが、ちょっと前回的にもこのバトル何らかの音程があるかもしれませんね。7セット目まだ終了時のボタンは出てきたことはありませんが、いかがでしょう。これは今強テリーですか。でボーナス当選、さらにボタンが出てますから、なんでしょうね、楽しみですね、押すのが。さあ7セット目強テリーでボーナス当選してますが、何が出てくるか。押します。あ、金7です。この後はボーナスになりますが、金7は、ループストックになりますので、バトル敗北まで続け ARP を1つストックということになりました。これで8、9、10、最低でも10セット以上の ARP ということになりましたね。そしてボーナス、さらにセット数を乗せれれば、一気にここも1000枚以上の確定に十分期待が持てる ARP となります。あのこれね、800枚近くいくので1000枚、そうですね、さらに乗せれれば1000枚ローマも射程圏内というところですね。さあここはレア役成立で上乗せチャンスとなりますが、上乗せのチャンスはチャンスベル、これが乗って大きいチャンスベル。結構レア役の中では強い役だと思いましたが、セットの手はなし。2回目のバジリスクチャンス、消化中はチャンスベルもありましたが、ここもボーナスのセットの手はありませんでした。さあこれが8セット目となります。ワイドアイテム、ここは機械予告が入りました。ここもおぼろ広告、先ほどは、7セット目おぼろ広告でのボーナスでしたので、おぼろ広告が継続したというおぼろ広告でしょうね。おそらくそうだと思います。おぼろ広告中のボーナス当選はおぼろ広告継続となっているようですので、あのボーナスでその恩恵を受けたということで、ここもセットの手のチャンスです。パネル、パネル、パネル全滅つきました。ざっくり。しかしここはおぼろ降格、ざっくりでも上乗せのチャンス、赤文字です。乗りました。このおぼろが
出てきた時の合格状態、その感想をしっかり活かしてますよね、AR クイズ。これで11セット目までは継続確定で間違いないと思います。さあ、長距離です。そして発展ですね。セット2の上乗せチャンスがやってきました。12セット目の挑戦中、ここは上乗せ確定ではないですが、継続は確定しています。乗れば14セット目までが確定します。来ました、ゴーゼリーが大活躍ですね、今日は。さあ、セット乗せです。そしてこのセットも継続は確定してますので、13、14と参ります。さらにガッテリーで勝負あり。さあ、13セット目、いや気持ちがいいぐらいトントン拍子に衣装かっていうのは乗りますね、いきますね。まあ、そっか、おもろ背景でしたので、ここは展開にも期待ができる処理期待度の高い ARG でしたからね、こっちの背景。さあ、13セット目は剣道付けやられてしまいましたが、ここも復活しての継続となります。14セット目の突入です。登場です。さあ、ここはチャンスベルか、チャンスベルです。先ほどは何もなかったチャンスベル、もうナスカウガのセリア期待したい、期待の持つ役。14セット目何を出すか、小物に注目。おっと、あ、あるあるある、なし、チャンスベル弱いですね今日は。この辺りからは継続させられるかどうかは展開したいということになるでしょう。目に見える形でのストップはもうありません。14セット目の挿入です。あ、大丈夫です、フォアリポートでした。ジャッテリーの次もジャッテリー、さあ、このセット2回目のチャンスベルとなります。14セット目はレア役で全部いけた、おたこい新登場チャンス、いきなり帰国収集経由せず、今のチャンスベルから新登場チャンス。さあ、それでは新登場チャンスいきたいと思います。14セット目が終わったところですね。20ゲーム間で何セットで出れるか、5セットは超えたいですね、ここ。まずは1セットの上乗せ、なんでまだ1セットしか残れてません。残りは11ゲーム、これで2セット目の上乗せ。さあ、ラスト10ゲームです。まだ2セットです、上乗せは。意外と乗らないもんですね。レア役だったらどうでしょうか。乗りました、3セット目の上乗せです。
今年は5セット目ということになりますが、乗りません。4セット、ちょっと少ない方かなとも思いますが、まあこの状況での4セット上乗せはかなり大きいですよね。そして振動術ダンス、初めて今回見ることができてよかったです。さあ行きましょう。15セット目突入です。15、16、17、18、これで18セット以上は継続ということになりましたね。これで一気に4対2、4対1、ここはもらったでしょう。さあここは4対4から完全勝利、4対0での継続です。さあこれでセット数は25セット目、どこまで続くか分かりませんが、獲得枚数は2000枚を超えそうですね。そしてエンディング演出もこれで見ることとなります。この ART 中、さあ6対4の総人です。巻物、嫌だ嫌だ嫌だ、まだ2000枚には届いていませんが、終わってしまうのか。ああ終わった。これでエンディング、そして2000枚オーバーももう目前というところでしたが、25セット1990枚、まだありました。あ、そっか、終わったとしてもエンディング流れるので、まあ、2000枚はありましたね多分。しかしまだここは復活です。26セット目、最初の ART で一気にこれでセット数は26セット目の総人までやってきました。やはり復活の多い ART ですから、ちょっとここはそろそろ天然元気で決めたいですよね、継続を。26セット目、天然との一騎打ち決めれるか、決めれず26セット目、ああこれで終わりか。なんとか2000枚は超えました。そしてエンディングが流れれば終了となります。26セットでした。終わってしまうとどこまで続いても残念なものですが、今日は最初の ART でエンディングとなって非常に素晴らしい ART だったと思います。バジリスク3では初めてのエンディング演出となりますが、やっぱりいいですね、エンディングというのは。どのシリーズで迎えても、ここは絆ではなかったシーンですね。はい、というわけで今日最初のバジリスクタイムは見事エンディング到達、獲得枚数は2086枚という結果でございました。楽しい ART でした。終了です。投資も350枚と今日抑えての2000枚オーバーですから、まあ、一気にプラスを伸ばす結果となって、今日はもうあとはいかにこのプラス収支を維持するか、あるいはプラスを伸ばすか、そういう実践になります。最初の ART で2000枚超えたら楽ですよね。
いと思います。ありがとうございました。勝った、ありがとうございます。はい、バジリスク3交換枚数はこちらです。2389枚、投資は350枚でしたのでプラス2039枚ですね。2000枚以上のプラスが立てれば十分じゃないでしょうか。さあ、これでバジリスク3は前回の80戦と今回と今のところ2戦2勝と非常に相性のいい機種になってますね。今日はこちら初収録のキコーナタウン三影店さん、楽しい一日でした。どうもありがとうございました。はい、実践終了でございます。今日はこちらキコーナタウン三影店さん初めてお邪魔いたしましたが、最初の ART で一気に2000枚を超え、最終交換枚数の方はこちらでございました。総投資350枚に対しまして2389枚の交換できましたので、今日はプラス2039枚という結果です。まあ、今日はこの神戸実践なんとか連敗だけはしないようにと思っておりましたが、2000枚以上のプラス立てて本当に良かったなと思います。さあ、いよいよ次は埼玉県、そしてその次は千葉県、そしてその次は福岡県ということで、大きな大きな節目第600回も近づいてまいりました。次の関東連戦いい結果で締めくくって九州に帰れたらなと思います。以上、シーサの街道日記第597話でした。次回の街道日記はリニューアルの翌日、増大されたシリーズ、条件は整った、あとは勝ちに行くだけだ。次回、小さな街道日記第598話、お庭番2、次回もよろしくお願いいたします。